豊ノ島大樹は、高知県宿毛市出身で時津風部屋所属の元、大相撲力士。本名は、梶原大樹。愛称は、梶、生きちゃん。身長169センチメートル、体重166キログラム、血液型は A 型、聖座はカニ座。得意技は、左四つより、下手投げ。嫌いなものは、グリーンピース、レーズン、溶けていないチーズ。 趣味は音楽鑑賞、カラオケ、釣り、ボーリングなどと多種多様である。最高位は東関分け。現在は年寄りずつ。ザウの名は3年先の稽古。小学生の時に相撲を教わった恩師の言葉だという。その言葉は自身のブログのタイトルにもなっている。また、自身と同じブログ力士である、宮城山、普天王らとも仲が良い。 下コであり酒は飲めえない。持病として転換を持っている。夫人は元歌手の竹内佐穂。はどこに女子サッカークラブ AC 長野パルセイロレディースの国沢、シノがいる。豆腐店の長男として生まれる。小学校時代、毎朝特大のおにぎり6個を食べて登校するなどして、力士としての素養を磨いていた。小学校1から3年生まではサッカーをやっていた。 中学3年時に全国都道府県中学相撲大会で個人団体優勝を果たし、スクモ高校へ進学後2001年に行われた宮城国体では県少年選抜チームの一人として相撲競技の団体優勝に貢献した。ちなみにスクモ高校相撲部時代の恩師は土佐の海の弟であった。高校卒業直前の2002年1月場所に初土俵、 父親の知人が、時津風部屋の講演会長をしていた縁もあり、時津風部屋に入門。同期入門に、中学時代からのライバルであり、親友でもある、こと菊次がおり、序の口、序二段では、こと菊次との優勝を争いを制している。2004年5月場所に、新十両へ昇進し、第二検査受験合格者としては、初の関取となった。十両は二場所で通過し、 同年、九月場所に新入幕。その場所では六勝九敗と負け越し、翌、十一月場所は十両へ陥落するも、翌2005年一月場所で再入幕。同年、七月場所は、東前頭十六枚目で六勝九敗と負け越し、翌、九月場所には再び十両へ陥落。その場所では十四勝一敗の成績を挙げて、初の十両優勝を果たし、翌、 十一月場所において二度目の再入幕を果たして、以降は幕内に定着した。二千七年一月場所では、優勝争いに絡む活躍を見せて、十二勝三敗の好成績を上げて、初の関東賞と技能賞を受賞した。自己最高位となる、西前頭筆頭にまで躍進した翌三月場所でも2大関を破る活躍を見せて八勝七敗と、勝ち越しを決め、翌 5月場所では、新三役となる小結びへの昇進を果たした。これも、第二検査合格者としては、初の快挙である。しかし、2007年4月30日に時津風部屋へ、出稽古に出向いてきた横綱、朝昇龍との稽古中に、右膝と足首の人体帯を負傷した。豊ノ島は、全治2週間と診断され、朝昇龍には、大きな批判が寄せられたが、豊ノ島自身は、 自身のブログで稽古中の事故としている。同年5月9日には時津風親方が休場の可能性を示唆したが、10日には怪我が感知していないものの強行出場することを明らかにした。その初日に朝昇竜と対戦したものの、立ち合いからすぐに豊ノ島が腰から落ちて敗れてしまった。結局、この5月場所では豊ノ島は4勝11敗と大きく。 負け越してしまった。翌、7月場所でも怪我が感知していない中で出場したが、結果的には7勝8敗と負け越した。続く同年、9月場所では、11日目に、横綱、白鵬から、自身初となる金星を挙げ、さらにこと、欧州、こと三月の二大関を破る活躍を見せて8勝7敗と、勝ち越し、初の四君賞を受賞した。しかし、 この9月場所の直後に時津風部屋力士、暴行死事件が発覚し、それ以降、自身のブログの更新を自粛していた。2008年1月場所と続く3月場所ではいずれも6勝9敗の成績に終わった。一時期は1 4 7ラムまで体重が増加し、さすがに、回しが取れなかったりする弊害が出てきたため、体重を1 4 2ラムまで絞った同年。 5月場所では11勝4敗の好成績を挙げた。それでも、まだ腰にかかる負担が多かったのか、西小結びの位置で迎えた翌七7月場所では腰に M 字型のテーピングをしながらの出場となったが、初日に土俵際の捨て身の投げで、朝昇龍を破り、3日目には全場所に優勝したこと、欧州を破り、十勝五敗という好成績で三役では初となる勝ち越しを果たし、 翌、9月場所では関分け昇進した。時津風部屋からの関分けは、倉間以来30年ぶりのこととなった。その9月場所では6勝9敗と負け越し、翌、11月場所では平幕へ陥落した。9月場所では負け越したが2場所連続で、朝昇流に勝ち、11月場所では4大関に勝利した。2009年1月場所では、西小結へ復帰したが、 7日目の海王戦で小手投げで、敗れた際に左肘を負傷してしまい、翌8日目からは休場した。休場は、地震初のこととなった。その後の数場所は、幕内注意であまりかんばしい成績は、収められなかったが、2009年11月場所において11勝4敗の、高成績を上げて2回目の技能賞を受賞した。2010年1月場所では、 東前頭筆頭の位置で8勝7敗と勝ち越しを決め、翌3月場所では関脇けへ復帰した。しかし、同年6月に発覚した大相撲野球賭博問題に関与したという理由により、謹慎処分を受けて、同年7月場所を全休し、翌9月場所では重量へと陥落してしまった。なお、大相撲野球賭博問題に関しては、 本人は2011年3月3日に、賭博区外庁釣り容疑で、書類送検されている。西重量筆頭の位置まで番付を落とす2010年、9月場所では、幕内経験を生かした圧倒的な強さを見せつけて、14勝1敗の成績を上げて2回目の重量優勝を、果たした。再入幕となった翌11月場所では3日目に、極天法に敗れた以外は、連勝を続け、 バルト、海王の二王関も破る活躍で千秋楽まで優勝を争い、14勝1敗の好成績を上げて優勝決定戦まで進出した。千秋楽では木瀬の里を破ったが、その取り組みは左四つから木瀬の里が先手を取って寄り詰めるが、豊ノ島は土俵際で左にうまく体を開き、体勢の崩れた相手を押し倒したという内容であった。優勝決定戦では、 横綱、白鵬に敗れて、優勝は逃したものの、3回目の関東賞と3回目の技能賞を同時に受賞した。しかし、2010年11月場所における関分け、土地王山と鶴竜が揃って7勝8敗で小結びに下がり、また小結、土地の神とあらんが、平幕に陥落したものの、東前頭筆頭の木勢の里と、 西前頭非頭のこと正菊が関分けに上がったため、2011年、1月場所では三役への昇進を果たせずに、東前頭非頭の位置に止められた。平幕で14勝以上しながら、翌場所でも平幕に止められるのは、史上初のこととなった。その1月場所では、初日に大関、バルトを破った後、二日目から7連敗を起死したが、 その後は一転して7連勝を果たして8勝7敗と、勝ち越しを決めた。小結びへ復帰した同年5月技量審査場所では5勝10敗と、振るわなかったものの、大相撲やお帳問題により多数の力士が引退した影響もあり、翌、7月場所では、西前頭2枚目と、わずかな番付の効果に止まった。その7月場所では9勝6敗と勝ち越し、小結びへ復帰した翌、 9月場所では9日目まで1勝7敗と振るわなかった。ものの、またもそこから一転して7連勝を果たして8勝7敗と、勝ち越しを決めた。前場所と同じ、東小結びの位置に止め置かれた翌、11月場所でも9勝6敗と勝ち越しを果たした。関脇へ復帰した2012年1月場所では5勝10敗と、大敗してしまい、翌、3月場所では平幕へと陥落してしまったが、 その場所で11勝4敗の好成績を上げて4回目の技能賞を受賞し、翌5月場所に関脇へ復帰した。その5月場所では9日目に久々に白鵬を破ったものの、取り組みが組まれなかったことを欧州以外の五大関には全く勝利できず、最終的には7勝8敗と負け越した。西小結びの位置で迎えた翌7月場所では各竜、 こと欧州の2大関を破った者の,の5勝10敗と大敗した。2011年4月に同じ時塚ゼベヤの下大鳥が大相撲やお帳問題に関与したという理由により引退勧告を受けて引退したため、それまで下大鳥が所有していた年寄り、西木島の年寄り名跡を譲られた。2013年に入ってからは稽古不足の影響で7月場所まで4場所。 連続負け越しを喫するが、9月場所は、初日から4連敗しながらも8勝7敗と5、場所ぶりに勝ち越した。翌、11月場所は3日目に、こと棋区から不戦勝を得る幸運も手伝って14日目に、勝ち越しを手にする。2014年3月場所で小結びに復帰。小結びは2012年7月場所以来10場所ぶり。2014年5月場所では、 西前頭4枚目で相撲を取っていたが、13日目に腰を痛め、休場した。本人曰く、同日朝に腰を突然痛め、相撲を取れる状態ではなくなった。ぎっくり腰のような感じ。背筋を伸ばして歩くことができないとコメントしている。この場所は、前日の12日目で、負け越しが決まっていた。なお、この場所では6日目に、横綱、春間富士に、 押し出しで勝ち、三つ目の金星を得ている。球場明けとなった七月場所では十二日目に勝ち越しを決め、十四日目の沖の海戦で不戦勝を得る、幸運もあって2012年十一月場所以来のに、桁勝利となる十勝五敗の好成績。翌、九月場所は、西前頭二枚目まで番付を戻したものの初日の、稀勢の里戦で敗れた際に、左膝のじ帯を痛め、 二週間の治療と安静が必要と診断されて二日目から途中休場。なおこれにより二日目の対戦相手であった高栄道は不戦勝の形で大関として初めての白星を得る結果となった。それでも番付の枚数をあまり落としたくないという理由で六日目から再出場を果たし中日に休場を含めての負け越しが確定したものの。 初日の出た9日目から先週楽までに6勝するなど、終盤に大きく追い上げた。2015年11月場所は5日目の、こと正義苦戦で片透かしを決めたように見えたが行事、差し違いで黒星を喫する。結局、この場所は13日目に、負け越しが確定したばかりか14日目から、左測底筋断裂により途中球場の浮き目に、あった。 東前頭7枚目で迎えた2016年1月場所は10日目に勝ち越しを決め好調であった。13日目には三横綱を破り、無敗だったこと将棋区に取ったりを決め勝利し、平幕で唯一終盤まで優勝争いに加わり続けた。14日目の吉風戦に勝利した際に左膝を痛めた影響で、千秋楽は土地王山に突き出しで破れて3敗目を喫し、 優勝争いから脱落。それでも12勝3敗の好成績で場所を終え、優勝したこと正義区に唯一の土をつけたことが評価されて3度目の主君賞を受賞した。2016年3月場所は最高位である2012年5月場所の東関脇以来23場所ぶりの関脇復帰となった。初日にいきなり横綱の鶴竜を破る最高のスタートを切ったが、 二日目から八連敗。九日目にして、平幕落ちが確定する。十日目には、横綱、春馬富士を破り、意地を見せたが、結局三勝十二敗と大きく負け越した。七月場所は、東前頭十一枚目の地位となったが、場所前の稽古中に、左足のアキレス腱を断裂したため、休場を発表した。このため、 続く9月場所では2010年9月場所以来6年ぶりとなる重量へ陥落した。その9月場所も全球に甘んじ、これにより74場所連続で務めた関取の地位から離れることとなった。三役から4場所後に幕下に陥落したのは史上初の記録であり、三勝受賞から1年以内に幕下に陥落したのも後見生以来に例目 稽古中の7月1日、巨漢の一の城の攻めに、豊ノ島が左に回り込んだ時に、バンという大きな音と同時に豊ノ島は崩れ落ちた。誰かに足を引っ張られたようだった。剣が切れた音や感覚は今も残っていると豊ノ島は話した。知人がスマートフォンで撮影した動画には、怪我の瞬間が残っている。怪我をした。 豊ノ島の元へ駆けつけた妻や講演者には当初強がっていたが、その晩に家族だけになると不安に襲われて号泣した。妻は家のことは心配せず、きちんと直して、後悔の内容相撲を取ってくださいと伝えるのが精一杯であった。手術で幹部を13針も縫合し、歩くまで1ヶ月半を要した。熊本市内でのリハビリ中から、 土俵に戻ることだけを考えてきた。最後の一番が稽古場なんて嫌だ。幕下陥落後は、鳥敵と一緒に大部屋で生活している。特別待遇を断り、食事も風呂も若い種と同じ順番である。すべては自分自身を奮い立たせるためと現実を受け入れた。負傷から3ヶ月半の療養を経て、10月22日の大相撲秋巡業コーチ場所で復帰。 この時点では、三段間のあたりを受けて、左足で踏ん張れるようになったが、相撲を取れる状態には戻っていない。復帰に際して、もう一度相撲と向き合える良い,い経験になった。時点空席は相撲をやりたくてもできなくなった。それを考えたらまだまだできると言っている。迎えた11月場所は幕内優勝決定戦。進出力士としては、北東力以来。 史上二人目の幕下陥落となったが、場所入りに際して、もう一度復活して、幕内優勝を狙ってやろうという気持ち。歴史に残るようなドラマチックな力士になろうと思っていると言い切った。西幕下7枚目の地位で土俵に上がった11月場所は、夫人から、この場所に際して冗談で、これで勝ち越せなかったら別居だねと伝えられた中、 6番相撲で勝ち越しを果たし、4勝3敗で、場所を得た。勝ち越しを決めた6番相撲の行われた11月24日の、ちょうどの7年前である2009年11月場所10日目の、極天砲戦では、夫人から、勝ち越したら付き合う、と言われて、救い投げで、極天砲を破り、この日が、交際確約記念日になったというトリビアがある。 西幕下6枚目で迎えた2017年1月場所では6日目に同7枚目でその後同場所7戦全勝優勝した石橋に敗れるもそれ以外全勝で6勝1敗の好成績で終えた1月31日に間垣が死去した際国別式で4歳上の弟弟,弟子が年下のチビには負けられないと喧嘩みたいな傾向を下から関取にまでなれた しこなの通り、天から空から見守ってください。またいつか一緒に相撲を取りましょうとコメント。2017年3月8日の稽古中、右ふくらはぎを痛め、3月場所は1番相撲が不戦敗で2番相撲が球場扱いになった。この場所は4番相撲で負け越しを確定させ、7番相撲で一勝したことで、場所成績は1勝5敗19。場所を終え、記者に、 来場所につながる白星にしたいかと問われると、豊ノ島はもうちょっと白星が欲しかったけど、まだ諦めてないし、時間がかかった方が戻った時に話題性があるでしょ。そう思うしかないと来場所以降も現役を続ける考えを示した。翌、5月場所も3勝4敗と負け越し、7月場所は、 東幕下28枚目まで番付を落としたが、ここから3場所続けての勝ち越しを決めて、番付を戻した。怪我による幕下陥落以降、怪我の影響による稽古不足で、立ち合いの鋭さは、今一つ。2018年3月場所は、幕内で、対戦経験のあることの和歌の長男である、ことかまたにと5番相撲で対戦して勝利し、勝ち越しを確定させた。 この場所は2016年11月場所で幕下に、陥落して、以降では最高成績体となる6勝1敗。7月場所には、連続勝ち越しを3場所まで伸ばし、相撲雑誌にも、7月場所の相撲について、相撲に重みが戻ってきた。勝った5番は安定感があり、2年ぶりの関取復帰がいよいよ、現実となりそうだと期待を寄せる声があった。 9月場所では、幕下西の筆頭で6勝1敗の成績を残し、見事13場所ぶりの関取復帰を果たした。4連勝を決めた6日目には、妻と娘への感謝を語りながら、大粒の涙を流した。重量復帰報告は、家族3人が写った写真をインスタグラムに掲載して、行った。豊ノ島は、場所六日目の上交流戦が取り直しになった後、花道の方を見ながら、 自転空のことを思い出したという、取り直しの一番を制して、勝ち越しを決め、重量復帰に大きく前進し、思わず涙を流した。作り話みたいで言うのが嫌だったけど、自分の形ではない右四つで寄っていったし、自転空が後押ししてくれたのかなと考えに浸った。2018年11月場所、2019年1月場所は、 共に重量の地位で二桁白星であり、三月場所は再入幕を果たして十六場所ぶりとなる幕内の地位となった。三月場所番付発表の際、幕内最高優勝を目標に掲げた。その三月場所は十一日目の輝き戦で負け越しが決定。さらに十三日目の佐田の海戦で敗れて十敗となり、下に二枚半番付を残している幕内残留が、 絶望的になり、翌場所は東十両筆頭に番付を落とした。5月場所6日目の極州法戦では最初は黒星を、喫したかに見えたが、令和初となる十両以上の取り組みにおける物言いが、月、同体ではないかと物言いがついた中、豊ノ島が尻から落ちるように先に、極州法の右手がついたと行事差し違いにより、白星を得た。 行事差し違えも重量の取り組みにおいては令和初。11月場所は場所前に満足な稽古ができず、体重も自己最高の 167kg まで増えて、太りすぎてしまったが7日目まで5勝2敗と前半は良好な成績であった。ところが中日から4連敗し、その中で右腕を痛めたこともあって、最終的には6勝9敗の負け越し。 本人は途中で怪我をしたことについて、この怪我が前半だったら危なかった。終盤だったことを良しとして、前に進んでいかないとねと捉えている。2020年1月場所、東十両11枚目の地位で4勝11敗の負け越して、幕下陥落が決定的となった。挙手については、先週楽の大正丸との取り組み後に、場所が終わったから、しっかり考えたい。 どうなるかわからないと名言を避けた一方、今日が最後になるかもしれないと思ってと位置づけていた。千秋楽の取り組みで電車道の相撲を取られたことには、心底動揺しており、引退する方向に気持ちが傾いていることを匂わせた。だがこの時点で7歳となる長女にお相撲さんでいてほしい。普通のお父さんになってほしくないと言われてホニーし、現役続投を命じ。3月場所は、 幕下で取ることが確定的だが、出てマイナスになることはない。少し目いが残らない状態で終わりたいと話した。2020年3月場所は6番相撲の千葉大取り戦で4敗目を喫死して、負け越しを確定させたが、報道では現役引退せずに、翌場所以降に関取り復帰をかけることが示唆された。 しかし場所後の4月17日に現役を引退して、年寄り、五つを襲名することが発表された。豊野島は引退発表後、マスコミの電話取材に応じて、負け越したら辞めると決めていた、もう一回こと正義と当たりたかったなどと語った。最終場所は2019、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、無観客場所となった上に引退会見も行われず、元三役としては、 寂しい幕引きとなった。家族は引退に抵抗があったが、豊ノ島が妻に体壊れたらどうするのと話すと、妻は泣きながら引退の意向を受け入れた。引退に際して、師匠の時津風は、ここまでよく怪我を乗り越えて頑張ったと思うとねぎらい、教え方もうまいし、経験したことを親方として指導してもらいたいと、指導者として歩む今後に期待を寄せた。 一部報道からは、新型コロナウイルス流行の影響で気力を保てず、引退に至ったのではないか、とする考察が見られた。7月場所5日目の幕内取り組みで NHK、大相撲中継解説デビューを果たす。相撲の技術にも話術にも長けており、的確に取り組みを分析していく解説は、好評であった。相手の懐に潜り込み、 鋭い左差しやもろ差しを決めての速攻相撲を得意とする。小さい体であるにもかかわらずまともに胸を出すような立ち合いをするのが弱点であるが裏を返せば1 6 9トルの小表でありながら胸から当たっても幕打ちで通用するという意味であり、元若野さんは1 7 6トルの僕より小さいのに胸から行く立ち合いをするので、 それを考えれば器用だと評していた。豊ノ島の体質について、小崎勇貴は腰が強く柔らかいので土俵際でよく残されたと、現役時代の取り組みの感触に基づき証言している。裏風は内容的には怪我をしてもおかしくない相撲だね。見ていてヒヤッとするからね。土俵際であんなにエビソって大丈夫かと心配しつつ、そこが余裕になってしまっているから。 残れるというね。そこがこの男の持ち味といえばそうなんだけどと、反り腰、残り腰の強さを表している。朝日山は2016年3月場所前の記事で、日本に入った時に肘を曲げているので、小手投げを食いにくい点、腹を使って圧力をかけることがうまい点、中に入れない時に安易に組まずに間合いを取る点などが特徴として挙げられている。同じ記事では、 下半身は硬いがどんな状況でも足が揃わず腹に、溜めを作って必ず前に足を出していることにも、触れている。怪我で幕下に落ちた際に、どうせなら、最後ぐらい前に出る相撲で悔いなく終わろうと、意識が変わり、自ら突進して攻める相撲に変わった。引退に際しては、自分が、めちゃくちゃやるタイプではないというのは理解していると、稽古態度について自覚するところを語っていた。 ありがとうございます。